この大きな緑のバーを見てください。100% に近い準備率です。その発言を広島打線にめった打ちにされる。自落してて草はいる。言い訳せんのはいいな。相変わらず面白い。野球が上手くないや宇宙バー。まあ言い訳してないんや。高め打たれてるのももう気づいてるし、大丈夫やろ。相変わらず面白かったわ。最後の自落ネタはマジでおもろかった。打たれまくってるけど動画は面白い。こうして大炎上もネタにできるのがええわね。ストーリー的にリベンジが絶対必要やけど。もうちょっとええホテル泊まらせたれよとは思うよな。ビジネスホテルやんけ。翻訳のクオリティ上がってて草。動画面白すぎやろ。普通にドキュメンタリーとして見れたわ。高めわざとやなかったんやな。低めコントロール修正はまだまだ時間かかりそう。やっぱり NPB 級の対応に苦しんどる感じなんかな。いきなり冒頭でやる気ないとか言い出してて草。制球が高めなのちゃんと問題だと認識してて安心したわ。英語喋れない人にも優しい。あの機械音声で畜生とか言われるとワロてまうわ。最後に打たれまくった映像をオチとして使うのクラス。応援してるから頑張ってほしい。動画の演出上手すぎだろ。こっち本業でも食ってける。スポーツショップ行って知ってる選手いたら話しかけるの好き。最初の1分間で今永何回出すんだよ。今永好きすぎで草。動画撮ってるとはいえきちんと努力してるから結果出ると良いな。改札で引っかかってて草。津波の季節がやってくるねはあかんやろ。低気圧でメンタルやられとるな。投球時の癖直せるんか、自分でもう自覚してるんだろ。